反宗教運動とは、質問に答えて、宮本百合子。宗教がどこの国でも、その支配階級の道具として使われていることは、難しい、いろいろの理屈を言わないでも、我々の日常生活の中にはっきり現れていると思います。この間も、ラジオの昼間放送を聞いていたら、どこかの偉い坊さんが喋っている。 どういうことを言っているかと聞いてみると、金持ちがかけを置いたり、別荘を持ったり、贅沢三昧をしているのは、魂の安住ということを知らぬ哀れなことだ。それを皆さんが羨んだり、憎んだりするのは間違いで、貧しい者こそ心がけ一つで魂の安住が得られるのだ。だから、昨今のように世の中が険しくなって、 社会主義だのプロレタリア解放運動だのやかましい時代に生きる我々としては自分の貧しさを魂の安住の方便として仏が与えてくれたものと考えよろしく仏の加護を信じて魂の平安を着さなければならないところでもしあなたが法級生活者でありまたは工場労働者で 毎日職場でブルジョア産業合理化による首切りの不安と安い労働賃金の苦しみにさらされているときこの説法を聞いてなるほどとどうして思うことができるでしょう現代半導政府とそれを支配しているブルジョアとはあらゆる機会に暴散いわゆる道徳化牧師を動員して世界経済恐慌によって起こる プロレタリアの構成を何とかしてごまかそうとかかっているのです。反宗教運動はプロレタリア文化運動の一翼として当然起こってくる活動です。我々の日常生活を脅かしている敵は何者か、それは世界の資本家、資本主義的社会組織だと知ったときには、宗教もまた敵の武器として 日夜大衆に向かって目に見えぬ催涙弾の働きをしていることを理解せずにはいられません。日本における反宗教運動はまだ新しい。したがって技術的にまだ何らかの不備な点もあることはありますが、プロレタリア解放運動の一面に、反宗教運動は必然的に起こる文化活動です。現代の矛盾だらけな苦しい社会に生きる我々は、 苦痛そのものの原因を取り去ってくれるものを見つけ、それを信じ、そのために働かなければなりません。資本主義社会の非作種階級が苦しんでいる苦しみから、具体的に経済的に解放してくれるものは、線行の煙で黒光りになった一個の仏像ではありません。原法はお釈迦の考え出したことではありません。したがってお釈迦の力で、 原法案をどうもできなかった事実は現実に幾分かずつ軽くなった我々の財布に現れています。プロレタリアートの組織的な正しい指導に従って行われる解放運動があるだけです。1931年10月。